カー日本代表の公式 YouTube で伊東純也選手が南野選手のことを普通にモナ王って言ってて笑った。皆さんどうもこんにちは、イカクレッツトーニツアー10月12日からやってきたチャンピオンズリーグ週間 FP レベマ比較やっていきたいなと思います。今週はなんとリーグ週間とチャンピオンズリーグ週間の日本構成、しかもいつもはリーグ戦の方だけなんですけど、今回はチャンピオンズリーグの方も無料で1回いけちゃうんですよね。無料分は絶対に引いた上で追加で狙うかどうかはこの動画を見て判断してみてください。今回もこんな評価でしっかりと比較動画持ってきましたので、ちょっとでもいいな、参考になったなって思ったら高評価チャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。では行きましょう、レッツモナオ。ではまずこちらが各選手の変更点の一覧になります。こちらを見ていただければ通常選手から何が変わったのか一目瞭然となっておりますので、まずはこちらをチェックしてみてください。でこっからがですね、当たりランキング。第11位 B 評価スベルディア選手、センターバックから中盤まで本適性があって、能力も足元、ディフェンス能力、フィジカルまでバランスはいいんですけど、中盤にしてはスタミナが足りないし、センターバックにしてはボール出しやフィジカルが足りないので、若干器用貧乏な感じになっちゃった印象ですね。ソシエダスカット作ってる方はぜひ狙いに行ってみてください。第10位同じく B 評価センターバックダビンソン・サンチェス選手、元トッテナムのダビンソン・サンチェスが週間としては初登場となりました。ボールダッシュ、アグレッシブネスがぶち抜けてますので、積極的なボールダッシュが魅力で、スピード82、ここもセンターバックとしては相当速いですよね。まあこういったですね、身体能力周りっていうのは熱いんですけど、スキルでマンマークブロッカーがなかったりとか、ディフェンスセンスがこの数値だとなかなかガチスカ入りは厳しいかなって思っちゃいましたね。ただ過去版と比較すると守備意識は落ちてるものの、全体能力上がってますので、基本的には乗り換えちゃっていいと思います。第9位ここからが A 評価トーマス・ミュラー選手。いやリーグ週間の方にかなり癖強い選手多いんですけど、 CL の方だとこのミュラー癖強いね。いやまず見てほしいのがオフェンスセンスで、ここすごいんですよ。なんとカンスト、週間では初のカンストとなりました。かつですね、ピンポイントクロススーパーサブの追加だったりとか、2列目変更、かなり面白い強化は受けてますし、まあ、グラッパ90だったりとか、スキルに関しても結構良さげではあるんですが、次に注目になるのがスピード瞬発。あまりにも遅い。どちらも70届いてないどころか、スピードに関しては補正かけても63しかないんですよね。いやどうなんだろうな、使ってみた方感想教えてほしいですけど、さすがにちょっと扱いづらいタイプになっちゃってるんじゃないかなって思いますね。実際に過去版と比較してもスピードめっちゃ落ちてるんですよ。まあその分他の数値上がってるのはありますけど、これは人によってかなり評価分かれそうですね。まああくまで僕の主観でいくなら、1、2、3から乗り換え、4乗り換えなし、5乗り換えなしの、6、7は乗り換えって感じかな。まあなんだかんだスーパーサブついたのはでかいので、そこも評価しつつ考えましたけど、まあ最後は自分の好みで判断してみてください。第8位 A 評価ブルマ選手。ブルマって聞くとドラゴンボールしか思い浮かばないのは僕だけでしょうか。まあそれは置いといて、この選手は突破力神ですね。スピード瞬発ほぼカンストに、ドリブル数値も高いので、スピードに乗ったら止められない選手。まあ良くも悪くもそこに特化した選手って感じですね。今回インサイドレシーバーに変わってるのと、波大きいなのは注意かな。で基本的に僕、波大きいって前向きに捉えてて、まあギャンブル枠として使えばいいじゃんとは思ってるんですけど、まあこういう尖ったタイプだと結局絶好調になった時にスピード瞬発の恩恵ってあんまり受けられないので、そう考えるとこういう尖ったタイプと波大きいはちょっと相性悪いんじゃないかなと思っちゃってますね。同じく A 評価第7位はエリワイ選手。アーセナルを破ったランスからエリワイが初登場となりました。今回スルーパー追加に得点能力爆上げ、決定力94、なかなかにやばいですよね。まあ、足元もうちょい欲しかったところはありますけど、得点能力そしてスピード瞬発もしっかりあって、これでスーパーサブならちゃんと強そうですよね。まあめちゃくちゃ優先して使うわけではないですけど、ライブアップデートビジョンになればワンチャンある、そんな感じの枠で考えてあげてください。第6位 A 評価ペドロ選手。意外と初登場でペドロ36歳っていうのを驚きましたね。見た目若いし、なんとなくもうちょっと若いイメージでしたね。まあバルサやチェルシーでも活躍してたので、選手として欲しい方も結構多いんじゃないかなって思ってますね。でこの選手はですね、まあ見たら分かる通り何かが飛び抜けて高いわけではないですけど、この安定能力にスーパーサブ持ち、身長がですね169cm かなり低いので、低身長ドリブラー好きな方にとってはすごく使いやすそうですよね。まああとはですね、決定力がウイングとしては結構高めで、ワンタッチシュートなんか持ってますので、後半からのウイング起用は普通にやれそうですよね。まあエリワイ同様ですね、 C だとなかなか使わないと思いますけど、ライブアップデート B 以上の週なら参ると思いますので、まあ今週は C ですけど、ライブアップデート B になるタイミングを待ってみてください。第5位ここまでが A 評価ダニエル・バーン選手。やっ
ってきましたね。バーンって聞くとガゼルって言いたくなるいないで大好きっ子なんですけど、このバーン通常でコスパ最強センターバックとしてめちゃめちゃ有名な選手なんですよね。まあ、実際ですね、今回習慣になりましたけど201センチの高身長で、まあ、攻守のバランスっていうのはやっぱり習慣だとかなり上がってきますし、これで守備的サイドバックっていうのはすごく珍しいタイプではありますよね。インターセプトの追加も嬉しいポイントですね。まあ、センターバックも本適性はあるんですけど、さすがにブロッカーがなかったりとかディフェンス数値厳しいので、まあ、やっぱ使うならサイドバック一択かな。サイドバックなら全然使っていけそうな能力だと思っております。まあ、ただ通常との比較見てもらえれば分かりますけど、がっつり守備に寄せるなら通常の方が全然強くできちゃうんですよね。まあ、当てて嬉しい選手ではあるんですけど、バランスいい守備的サイドバックっていうね、結構珍しいタイプを求めている方のみ当たり枠になってくるのかなって思いますね。まあ、基本的には通常で十分だと思っております。さあ、ここからが A プラ評価第4位、テアシュテーゲン選手。いや、ちょいちょいちょい、このテアシュテーゲンめちゃめちゃ強くね。能力だけで言えば週間で一番強いゴールキーパーなんじゃないかな。5つ中3つの能力が90超えて、ゴールキーパーセンス93の、なんとコラプシング96。これ冷静に化け物じゃないですか。これで波小さい、ライブアップデートよし、スキル完璧、いいですね。まあ、もちろん身長面の不安はありますけど、ここまで能力高いと使ってみたくなっちゃうし、当たり枠に入ってくると思いますね。今週は D なので使えないですけど、来週以降試してみたい選手の一人ですよね。で、過去版と比較してもこれ相当レベル高いですね。今までの過去最強がメッシパックだったんですけど、いや、僕的にはこれ超えたんじゃないかな。ジャンプ気になる方はメッシパックでもいいと思うんですけど、純粋なゴールキーパー能力で言えば僕は今回が過去最強だと思っております。さあ、ここからがトップ3。まずは A プラ評価、フィル・フォーデン選手。ライプツィヒ戦で見事な先制ゴールを決めて週間登場となりました。ちょっとスピード面の物足りなさは感じるものの、高いドリブル数値にパス、シュート、どちらもハイレベルにこなせる万能さっていうのが魅力ですよね。スキルもワンタッチシュートがついて、ワンパス、ルパ、ワンシュ、三種の神器が揃ってしまいました。まあ、個人的にはサイドハーフでよく使うことがフォーデン多いんですけど、今回のバージョンってスピード瞬発、足元がちょっと低い代わりにパスや決定力が高いので、今回に関しては OMF やセカンドトップで使っていただくのが良さそうですね。まあ、過去に強すぎるバージョンが出てますが、それ持ってなければ間違いなく大当たり枠だと思っております。で、実際にですね、過去版との比較はこちらになります。なんかね、過去と比較するとちょっとタイプ変わってるんですよね。足元、スピード瞬発なら以前のバージョンが良くて、逆にグラッパや決定力は今回がかなり高くなってますね。まあ、なのでどこで使うかとか好みによっても変わってくると思うんですけど、まあ、あくまで僕の意見で言うと、丸1、丸2、丸4はハイライトでスキル追加もできるって考えたら、ちょっと違うタイプとして両方残しておきたいですね。で、丸3のワールドカップ週間とは能力は若干劣勢ですけど、まあ、スキル面考えたら乗り換えちゃってもいいのかなとは思ってますね。まあ、ワールドカップ週間はインレシらしい、僕だったら乗り換えちゃうかな。そして後半、結局この丸子のフォーデンが過去最強なんですよ。圧倒的な強さですね。まあ、他のハイライトもスキル追加していくなら僕はハイライト勢の方が優勢だと思ってますので、どれからも乗り換えるほどではないと思っております。第2位、 S 評価、バレッラ選手。ビニシウスほどまでいかないですけど、安定の大当たりはこのバレッラになるかな。バックスピンロブの追加、そしてボルコン、グラパ、スタミナ、この3つがトップ強化で登場いたしました。もう能力見てわかりますけど、欠点がほぼないですよね。攻守バランスよく、スピード瞬発も最低限しっかり、スタミナもよし、バッチグーです。まあ、強いて言えば身長面とブロッカー、スルパがないことぐらいですけど、まあ、その分軽く扱えるのはありますので、好みの部分もあると思いますね。より守備的な選手と組ませた中盤2枚起用がおすすめですね。あとやっぱりライブアップデートいいですよね。 B 以上が半分近くとありがたすぎる安定感なので、1人持っておくとスカットの安定感がぐっと高まってくるんじゃないかなって思ってますね。ただ、まあ、1つ言えるのは過去版と比べて特別強くなってるわけではないので、まあ、過去のどれか持ってれば十分かな。細かいところで言うと、丸1、丸2、丸4は乗り換えで、丸3から乗り換えなし、後半で言うと丸5乗り換えの丸6、丸7は乗り換えなし。まあ細かい差ではありますけど、強いて言うならこんな感じかなって思ってますね。いや、結構最近ね、比較が難しいというか、それぞれで特徴が変わってきたりしますので、自分の好みも考えながら細かく見て判断してみてください。さあ、もう皆さんお分かりだと思いますけど、このガチャ第1位は S 評価、ビニシウスジュニオール選手。初めてのセンターフォワード登録、そしてラインブレーカーで登場、ワンパもおまけでついてきて、待望のライブレビニシウス爆誕いたしました。ちなみに一応バグ強化入っていて、決定力が92まで上がってきてますね。総合値は99ですが、左ウィングで裏総合値100到達でございます。文句なしのナンバーワン。
まあ、ライブレのですね圧倒的希少性もそうですけど、これだけ速くて決めきる力がありますので、ラインブレーカーとして理想の能力でもあるんですよね。ワンパスルパダブルタッチなどいいスキルも持ってますし、ラインブレーカーで特殊ダブルタッチを初期から持ってるっていうのもかなり珍しいですよね。まあ、間違いなく強いタイプなので、今回このビニシウスが無料で出た方は大喜びしちゃってください。ただですね、まあ、いくつか気になる点も挙げておきたくて、敵足が低いところやワンタッチシュート筆頭にシュート系スキルが寂しいところ、個人的にはね後者が結構気になってるんですよね。なのでもちろん希少性も込みで大当たりであることは間違いないんですけど、トップクラスのラインブレーカーと比較するとちょっと見劣りはしちゃうのかなって思ってますね。でこちらがですね、ラインブレーカーサラーとの比較になります。まあそれぞれ特徴はありますけど、まあ全体能力を見るとサラーの方が優勢かな。ボディコンだったりとか、まあ足元面パス系の違いが結構でかいなって印象ですね。まあ、逆にスルーパス持ちや特殊ダブルタッチを重視する方はビニシウス使ってみるのもありだと思っております。そしてこちらがですね、スルーパ持ちの週刊ムバッペとの比較になります。いやこう見るとね、結局ムバッペが強いんですよね。まあまあまあ細かい違いはありますけど、やっぱりこうやって見てもムバッペやサラーなどと比べるとちょっと見劣りはしちゃうのかなとは思ってますね。最後にこちらが過去版との比較。足元は他バージョンの方が高いですけど、今回決定力やキック力が段違いに高いですね。当然センターフォワードは今回しかできないので唯一無二感もありますし、スキル追加しないなら ⑩ よりは強そうですね。さすがに ⑪ のモメンタムには勝てないと思います。で後半に関しては ⑄ よりは優勢で、⑤のビニシウスまでは届かないぐらいのイメージかな。ただまあプレスタイルも違ったりとか、そもそもの使い方がちょっと違ってくると思いますので、まあ基本的な乗り換えってよりは両方残してどっちも使ってみてください。ということで今回の動画以上で終わっていきたいなと思います。いかがだったでしょうか。まあやっぱりビニシウスは大当たりだし、バレンラもいることなんかも考えると、トップの選手を無料で当てることができればかなり激アツなんじゃないかなって思ってますね。今日も最後までありがとうございました。まだまだいろんな動画上げていきますので、これからもよろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。